コレックスに腰掛けていします。よろしくお願いします。はい、えー、まあ担当式試験ですね。先日、えー、お疲れ様でした。 まだ担当式試験終わって5日ぐらいですかね、しか経過していないので、なかなかちょっと状況が明らかというか、不確定要素が大きい方もいると思いますけれども、5月の担当式試験は、8月まで期間が短いので、少しでも合格されている可能性があるのであれば、ここに関してはちょっとふわふわした気持ちで落ち着かないかもしれませんけれども、8月の論文式試験に向けて進めていくようにはしてください。 はいでえー、財務会議論に関しては今、レジュメの方がですが、ね、あると思いますので、ちょっとこちらをで、ね、少し見ながら、えーまあ、本試験の形式と、ね、照らし合わせて、まあ、その本試験でどういったものが出るからどういう対策をするのかっていうところをです、ね、少しあのお話をさせていただきます。はい えーまあ、論文式試験の、ね、財務会計論は、えー、位置づけとしては会計学の第3問、第4問、第5問という3大構成になっています。あの、まあ、第1問と第2問がね経、えー、ごめんなさい、管理会計論になりますので、えー、まあ、会計学っていうくくでてみると、えー、後半の3、4、5が、えー、財務会計論になります。はい。えーまあ、詳しくはね、インプット講義の中でお話をしているところなんですけれども、えー、会計学の第3問、まあ、財務会計論の第3問はですね、えー、個別論点2テーマ。 なのでまあ、昨年であれば、減損会計と個別キャッシュフロー計算書なんですね。この2テーマ、いろいろになります。リースと減損とかね。 まあ結構ですね、まあ原損とかリースはよく出ているんですけれども、まあこういった個別論点にテーマ、あ、ごめんなさい。昨年は失礼しました。原損と四半期ですね。すみません。原損と四半期で、ねまあ。こういった個別論点の計算にテーマに、それに関連する理論が取材されております。で、えー、特に5月合格生の方はですね、個別論点の計算っていうのは、可燃度数よりもですね、やっぱり担当の時の力がですね、残っているので、強い傾向にあります。したがってちょっと強調してるんですけども、 この第3問のですね個別にテーマの計算、ここはですね基本的に5月制は落とせないんですよ。うん、はいただあ、じゃあどういう対策をしていったらいいのかというと、これはですね皆さんの今の力をキープすれば OK です。今の力をキープすすれば、OK、ですはい えなので、特別何か対策を立てるんではなくて、またあの論文近くになったらですね、担当の時に使っていた問題集であったりだとかテキストをですね、一度、二度、網羅的に確認して、今の力をキープしていくっていうようにですね、対策を立てていけばいいので、特にその特別な対策っていうものはいらないです。はい。なので、第3問は担当生にとってですね、特に落とせないというところだと思ってください。はい。で、そして論文試験試験第4問。まあ、ここがですね、理論。 の問題になります。まあ、基本的には理論オンリーと考えてもいいんですけれども、カッコにあるとおり仕分けや金額を問う問題も中にはあります。ただ、これは理論をですね、問うための、えー、踏み台となるような計算問題であったり仕分け問題なので、えーまあ、内容は非常に優しいんですよ。だからまあこういったね、仕分けや金額を問う問題は、まあ、基本的にはここも落とせないんですけど、えー、まあ、 この理論問題、オンリーの問題というのが、やはり5月生にとってはね、一つ、これから勉強して理論部分をですね、抑えていく、まあ一つのね、対策をですね、一番立てなければいけない問題になります。で、このですね、えー、理論問題の対策をどう立てていくのかですね。はい。で、これはですね、ちょっとレジュメの下の方に移りますが、2ページ目のですね、上のところ、学習方法というところを見てください。 この理論問題の対策として、えーまあ、論文の講義を聞くというところがまず一つあります。 でえー、5月の合格生の方は、ですね基本的には圧縮論文講座で理論講義を聞いていきます。まあ、コマ数は4コマで非常に圧縮されていますので、まあ、その4コマの中で必要最低限ですね、えー、記述するために必要な部分を皆さんにお伝えしますので、えーまあ、その講義の中で,です、ね、指摘があった部分を覚えて、えー、まずね、答案を書く素材っていうものをです、ねえー、インプットしてくださいい、まあ、要ははちょっと辛いんでですすけど暗記です、はい。 でえーまあ、その部分をです、ねえー、覚えて、えー、それを、ねまあ、当番に当然フィードバックしていかなければいけないんですが、まあ、そのときにです、ねえー、トーレンというものがです、ね、必要になってきます。はいえー、なので、第4問の対策として、ね、まあ、知識としてはです、ね、新しく勉強する部分ってほとんどないんですよ。ほとんど、まあ8割方 ま、言ってみれば9割方ぐらいはですね、担当の時に勉強した内容なんで、新しくね、押さえていく知識って1割ぐらいなんですが、えー、ま、記述しなければいけないんで、ね、それを覚えて、えー、当連の方でですね、え、アウトプットしていくっていう練習が必要になってきます。はい。で、その時ですね、グレードアップ当連10回ありますけれども、この学習方法のカッの時間。 まあそのグレードアップ等連をですね、えー、ベースにアウトプットの練習をします。ただ、これはですね、全10回ある中で、財務会計論は当連の1回目から5回目まではもう問題集代わりで使ってしまって構わないです。まあ、つまり、本試験と同じように時間を測って、えー、解くっていうよりも、もうアウトプット練習、ね、答案を書くですね、記述する練習として、問題集代わりに使ってしまってください。あのーまあ、1回目から5回目、当連の1回目から5回目っていうのは、 財務会計に関しては、ですね本試験と全く同じ形式ではですね作っていないんですよ。だから、ある程度その基礎が習得できるようなですね形式にしておりますので、まあ、時間を計るというよりは、そこはですね問題集代わりに使ってみてください。はい、それがですね理論のですねインプットプラスアウトプットになります。でまあ、時間あって具体的に、ね、あの解いていくのは、グルーダップ・トーレもですね6回目以降は完全に本試験の形式にしていますので、その部分に関しては、 ちゃんと時間を計ってね、えー、解くようにしてください。はい。で、えー、ちょっと戻りますね。本試験の形式として、えー、会計学の第5問。第5問は、連結会計の総合問題に理論を絡めた出題です。まあ、近年はね、比較的解きやすいということで、この前のね、担当式試験も総合問題優しかったと思うんですよ。ね、で、 本試験ではね、論文も含めて連結体系の総合問題、あの、優しめになる傾向かなと思います。で、これは昨年のね、論文式本試験の出題公表もですね、試験員の先生からですね、公表されたものがあるんですけれども、まあ、連結体系そんなにいたずらに難しくしないよみたいな公表があったので、まあ、比較的解きやすい問題が多いのかなと思います。ねまあ、ただね、それでもね、担当よりは、えー、だいぶですね、えー、難しくなるんで、総合問題の対策は立てなければいけません。はい。 でその総合問題をどう対策立てていくのかっていうと、まあ、ここはです、ね、個別論点と違って、担当時の力をキープするだけでは、ちょっとで、ね、論文の計算はなかなかです、ね、点数が取れないので、はい、そのためにちょっとまたです、ね、下に行って、この学習方法の計算の2っていうところですね、えー、連結は総合問題になれる必要があるということで、えーまあ、基本的に、ね、グレードアップ通レの1回目から4回目までが、計算部分に関しては、連結会計の総合問題の計算になります。 まあ連結化しろとかね、あの企業結合、事業部分も含めて、総合問題を一通り入れてあるので、まずは総合問題になれるっていう意味で、グレードアップトレンの1回目から4回目は、これ、計算部分に関してはここは繰り返しといておいってください。さっきのその1回目から5回目までを問題集が終わりにっていうのは、これは理論の話だと思ってください。計算のは、とりあえずグレート1から4までの計算部分をゴリゴリと回していくと。はい、でただまあね、それだとまだね、 総合問題苦手な方は十分に対策が立てられるていないという方もいると思うので、えー、まあそういった方はですね、プレトーレンの方の総合問題があります。連結会計の総合問題。なので、ここは高木との兼ね合いで、 まあ時間がね、どれくらいあるかどうかっていうところにもよりますけれども、まあ時間がね、許す限り、連結のそこまで苦手な方はね、プレトーレンの方も使ってもらえればというところになります。ちょっとその上いきますがね、プレトーレンはその他のコンテンツや教材っていうところで、基本的な計算のトーレンということで、まあプレトーレンはね初回講義の解説の中でもお伝えしているんですけれども、プレトーレンのね、まあ具体的には5回目から10回目、ごめんなさい、6回目から10回目までが連結部分の基礎に。 なります6回目から10回目、本当に連結回帰の総合まで苦手な方は、グレードアップトーレンに取り掛かる前に、プレートーレンの6回目から10回目を繰り返しやってください。ちょっと苦手な方、いきなりグレードアップの1回目から4回目をやるとです、ね、なかなか解けないということになってしまうので、まずは、ね、プレートーレンの6回目から10回目、ね、ここをやっていくと。で、まあ、その次に、ねまあ、グレート1から4というイメージになるかなと思います。はい。 まあ、あとはね、慣れてきたら、この応用編プレートーレも11回目から20回目まで、まあ、やれればですねあの、それに越したことはないんですけれども、ただやっぱりね、限られた3ヶ月弱の時間の中で、他の科目ね、特に租税法だとかね、えー、選択科目に関しては初めて触れる科目なので、まあ、そことの兼ねを考えると、まあ、この応用編のところのプレートーレまではですね、おそらく手をつけられる余裕はないと思いますので、えーまあ、なんとかね、基礎編の中の、 6回目から10回目とグレードアップ当連の1回目から4回目を繰り返し解いていき、連結会計の総合問題になれるようにしてください。はい、でグレードアップの6回目以降は理論も含めて、まあ、完全に本試験と同じようにですね考えて、えーまあ、解き捨てて構わないですから、ね、えーまあ、時間配分なんかも含めてねどうやって対応していくのかということを考えていってください。はいえー、なので、ですね、まあ、まとめていくと結局、ですもこ一回戻るですね。 第3問は個別の計算なんで、ここに関しては、今の力をキープする。そのために、えー、直前、まあ、8月なんかに、えー、担当の問題集だとかね、テキストを使って、まあ、1回、2回ですね、網羅的に論点を確認していくてとで、ねで。第4問は理論対策。ここに関しては、足講義を聞く。そして、アウトプット練習として、グルーダップトーレン1から5を問題集がわりに使う。で第5問は、連結会計総合問題対策。 えー、これは担当に加えてプラスアルファの力が要求されるので、総合問題対策としてグレードアップの1から4、そしてプレトーレンを、まあ、解くという方は6から10ですね、はい。そこをやってもらえればいいと。で、えー、グレードアップトーレン6回目から10回目に関しては時間はかって解いていき、まあ、基本的には解き捨てでも構わないですから、ね、時間配分なんかを、ね、意識したようなです、ね、戦略で、えー、グレードアップの6回目から10回目は解いてみてください。はい、といったところですね。であとはですね。 ちょっと行ったり来たりで申し訳ないんですけれども、このレジュメのですねローマ筋さんのところに、ギルドアップロトーレンの出題論点表があって、これ1回目のです、ね、トーレンの出題論点表をそのまま抜粋したんですけれども、えー、インプットの、ね、圧縮講義で、講義の中で、まあ、理論問題集の中で重要性が高い部分はお話をしています、ね。ここが重要性が高いんですよということで、ランク表も配っているんですけれども、そのランク表と、 グレードアップトーレンですね。これ、毎回出題論点表を配布してるんで、この出題論点表の中で、出題された論点の中からですね、さらに重要性が、トーレンの出題表でも高いものは、よりですね、力を入れてやるようにしてください。ちょっとまりくどい言い方になってしまいましたけれども、要は講義で配布しているランク表と、グレードアップトーレンで配布しているランク表の重要性が高い部分で被ったところが一番重要って考えてもらえればいいので、その被った部分を最優先して取り組むようにしてください。 はい、講義の中では、ねえー、どの部分から当連出題していますかというのをです、ね、このポイントリストという列に記しているので、ねえー、講義で配布したランク表と当連で配布したランク表の、えー、重要性が高い部分で、そのかぶっているポイントリストを一番優、ね、先的に、えー、インプットして、そして精度高く書けるように練習をしてください。はい えー、ということで,ですね、財務会計に関しては、まあ、そんなに長い、ねえー、文章は要求されませんので、理論は結構ね、長くても、まあ8行ぐらいの問題が1台ぐらいあるんですけども、えー、基本的には4行から5行ぐらいの、ね、問題が、えー、列挙されるようなイメージになりますので、あだから記述力、論述力っていうのはそんな問われません。 いかにですね、こう、ちょっと悲しいかもしれませんが、覚えているかどうかっていうところの勝負になってしまいますので、また担当の時とは違った形でですね、頭の中にこうね、えー、記述する素材をインプットしていかなければいけないというところで、特に6月はね、講義を聞きながら、なんとかね、記述する素材、材料っていうものをですね、可能な限り頭に詰め込んでいくようにしてください。はい、そこがね、一つ勝負の分かれ道になると思います。 はい、ということで、ですね、まあ、簡単ながら、ね、財務会計論、えー、切り替え法に関しては以上となります。また詳しい話は、ね、圧縮後期の初回でガイダンス的な話をさせていただいているので、そちらの方もも、ね、また聞いて参考にしてもらえればと思います。はい、では財務会計私の方からは以上となります。皆さんお疲れ様でししたたはいいい山先生あの画面共有を停止していただいてだ上の方に、はい 先生お疲れ様でした、えー、続きまして租税法ですね、えー、東先生、えー、マイクとビデオのオンをお願いしますはいはいそれではよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、租税法担当してます東ですよろしくお願いしますえー、っとですね えまあ担当、えー、皆さんお疲れ様でした、えー、受けていない方はまあこれからえまあいろいろ担当の方も合流してくるので、ねえー、直前期という感じになってきますけれども、総、え、選、ー、法ですね、えー、担当の科目ないので、これからえまあ勉強しなくちゃいけない方なんかも出てくるかなと思うんですけれども、えー、切り替え法ということで、まあ、ここからのまあ限られた時間、どういうことを勉、えー、やっていけばいいのかっていうようなことです、ねえー、をやって、15分でちょっと話していきたいと思います。 でまずはですね、租税法の試験がどんな試験なのかというところをちょっと改めて、えーまあ、話しますけれども、えー、圧縮講義でもね、レギュラー講義でも、えー、きちんと講義の中ではお話ししているつもりではあるんですけれども、まあ、理論と計算ですね、に分かれると。でまず第1問で理論が聞かれて、えー、第2問で計算が聞かれるというような作りになっているんです。ただ えーまあ、これがですね、えー、理論という、まあ、この後で、えー、話しますけど、理論というものは、まあ、な何ていうんですかね、他の科目と違って、えー、もうがっつりこう文章を書き込むというものではなくて、3行、4行程度の、まあ、コメントを書くみたいな、えー、理論になってます。なので、まあえー、計算の方ができていれば、えー、理論ができるというような、えー、仕組みにちょっと近いというか、まあ、もちろん理論ならではの、えー 画面って出てますかあ、東先生、まだ出してないですよね、画面共有。あ,あ、画面出してないです。ええええ。あの、す,ね、すみません、大丈夫です。はい。はい、えー、っと、すみません、顔ばっかり、ね、出してると、あんまり,り。画面出しておきましょうか、ね。はい。えー、っと、見えてます、大丈夫です。大丈夫です。はい、えっと、なんだっけ。<laughs> ええー、そう、理論、どこまで話しましたっけ 計算ができれば理論ができるという話です、ね、になるんですが、まあ、計算ができるだけでは理論もできないというところがあるんですね。なので、えーっと、勉強の順番的な話をすると、まず計算ができるようになってほしいということなんですよ。 でカリキュラム、そういう順番になってるんですけど、えー、計算もどれからできるようになるべきかって言ったら、やっぱり法人税、所得税、消費税、この順番で勉強できるようになってほしい。というのは、えー、結構やっぱり法人税と所得税っていうのは割と通じるところがあって、消費税っていうのはまあ法人税と所得税の両方に通じるところがあるみたいなところなので、順番的にもまあそういうふうにやっていった方が分かりやすいということになります。で、えーまあ 理論の勉強っていうのは計算が終わった後にやるべきなので時間がない中でね皆さんたあの過去問とりあえず解いてみるっていう方やり方する方もいると思うんですでそうするとあのあいきなりこう第1問の方に理論があるのであ理論からやんなきゃいけないのかなって言ってやるんですけど全然解けないとでそれはまあしょうがなくて、えー、ある程度計算ができるようになってから、えー、順番としてはもう計算の後やってるようにしてほしいのでそういった意味では過去問解く時ももう あのー、理論は勉強進んでない方は一旦置いといてもいいかもしれないです。えー、こういうものなのかなっていうのは見といていただいてで、まあ、それ見てもいいんですけど、まあ、なるべくね、あのー、初めて見る問題を取っといた方がいいかもしれないので、えー、本気で理論を勉強するようになる、えー、シーンまではちょっと取っとくと。 でその時、理論飛ばして、えー、過去問見るんだったら何をすればいいのかということなんですけどこれ、えー、過去問解く時というか、まあ、最終的に本番で何をすればいいかという話なんですけど、えー、120分なんですよね本番の時間が2時間120分の中で、えー 理論と計算、どういうふうに時間配分したらいいかっていうところなんですけど、それまあ人それぞれだと思うんですが、えー、基本的には理論って9問出るんですね。えー、もうここ10年以上、ずっと同じ、えーまあえー、4問の問題1と5問の問題2っていうのが出て、えー、まあ第1問問題1が えー、5問だったこともあるんですけど、えー、令和2年ですね。1回だけ5問だったとこともあるんですけど、基本的には4問と5問が出てくると。で、その9問、計9問の理論を解くときに、1問あたりだいたいやっぱり4分ぐらいで解いてほしいんですよ。で、636で36分、プラスまあちょっと余裕見て40分、えー、理論の時間が40分とする。だそうすると、計算の時間は、えー、120分から40分引いて80分しか残ってないですね。だから80分の中で、 計算を解くっていう練習をしてほしいんですよで。この時間を意識して、もうあの時間が少ない中で、えー、簡単な問題をこうどれだけ多く取れるかっていうところを、えー、意識して勉強するっていうことですね。なんで、勉強法としてはあの、もちろん勉強しているときはじっくり理解してほしいんですけど、えーまあ、解くとき、アウトプットをするときはもうとにかく早く出すってことを意識して、えー、やっていただきたい。えー、素法は 基本的に簡単な問題、あの難しくひねった問題っていうのはあまり出ないので、えー、とにかく簡単な問題が数多く、えー、多くの論点が聞かれているというふうな、えー、構成だと思っていただきたい。なので、えーまあ、時間を意識して回転を早くあのアウトプットするっていうことを、まあ、意識して勉強していただければと思います。はい、で、えーまあ、第2問ですね。えー 問題1問題2問題3とあって、問題1がだいたい法人税法の重めの問題であることが多いですね。なので、これもまあ人によってっていうところなんですけど、80分の問題、第2問を、えー、40分、20分、20分で区切ってやっていくといいんじゃないかなと。まあ、ざっと、ね、本番で試験問題見て あ重そうだな、軽そうだなっていうんで、ちょっと配分を変えるってことも必要なんですけど、だいたいそんな感じの40分、20分、20分で、えー、考えていただければ、法人税法40分、所得税法20分、消費税法20分、まあ、そんな感じの、えー、時間の配分でやっていけるように、えー、考えていただければと思います。それを意識して、えーまあ、早く解くってこと。 をやる以外は、じゃあどうしたらいいのかっていうと、この今、えー、画面で表示している過去問のところ、えー、これ、講義でも配っているものなので、まあ、えー、そちらの方で見ていただければとも思いますが、えー、何がいいか、言いたいかっていうと、この理論はともかくこの計算の方ですね、ざっと見ていったときに、まあ、まんべんなく出てるんですよ。で、出たり出なかったりってこともあるんですけど、結局、 ほとんどの論点がまんべんなく出る。で、これテキストの順番になってるんですけど、やっぱりテキスト1、えー、それから2の論点なんていうのはもうほとんど、何、えー、でしょう、毎回出るっていう感じですね。1はもう絶対出る。2はまあほとんど出るみたいな感じ。で、えー、応用編になると、ちょっと、えー、まあこの辺になってくるんですけど、ちょっとなんかで、たまにポロッと出るみたいな感じになってて。えー なってくるので、まあ時間が限られている方っていうのはちょっと応用編の勉強っていうのはまあ後回しにしちゃってもいいのかなっていうところありますね。はい。で他の科目も、えー、所得税なんかもそうなんですけど、やっぱりまんべんなく出ちゃうんですね。なので、えー、特にこ,ここに山を張るっていうことではなくて、皆さんがそのあの授業を聞いたりテキストを読んだときにあこれ得意だな。 これ、点数取りやすいなって思ったやつは、えー、もう片っ端から能力をあの磨いていっていただいて、点数取れるようにしていただきたいんですよね。あのひねりがないので、その論点できるかどうかっていうところに尽きると思うんですよ。はい、なので、えーまあ、少しずつあの時間配分を意識しながらなんですけども、えー、簡単な問題が、まあ、たくさん出るっていうのが租税法の特徴なので、えーまあ 残された時間の中で少しでもこう点数を取れるところを増やしていくっていうことなんですがその増やし方としてはえまあ法人税法で言ったらテキストのえテキスト1ですね ① が一番大事で1は絶対外さないでくださいで時間がある方は2をやるということですねでじゃあ所得税と消費税はどうなのということなんですけど 所得は、まあ、勉強された方は分かると思うんですけど、あのー、ちょっとですね区切りづらいところがあるんですが、まあ、やっぱりこの10種類、えー、所得概念を10種類に区切って、なんとか所得、なんとか所得っていうのが10種類ぐらいあるんですよ。で、その中で、まあ、この過去、過去問のその配分を見てれば分かるように、この事業所得、給与所得、譲渡所得、これはもう絶対と言っていいほど出ますね。 この3つはまあ論点も多いんですけどまあそれなりに抑えていただいてあとは余裕があれば他の所得概念もしっかりやっていくというような順位付けですねをしていくことになると思います後半の方、このなんとか控除ってやつはまあ出てくれればラッキーなんですけどまあ医療費控除雑損控除はちょっと難しいですがそれ以外はもう,なんでしょうほぼただ引くだけみたいな感じになってくるので、えー そうですね、まあ、時間もかからないしえ、まあ、抑えていただければなっていう感じになっちゃいますかね。はい、あと消費税ですね、えー、と消費税が、あのー、ちょっとクセモノで、えーな、なんていうんですかね、財務諸表が与えられて、その全体にまた,またがって、あのー、足し算、引き算するものが、引き算はないな。 集計していくものが、えー、全体にまぶされてるんですよ。なので、えー、例えば、まあ、課税対象取引を、えー、ピックアップしていくっていう作業が1個間違えたらもうそこで計算間違えちゃうっていう話になっちゃうので、なかなか、えー、難しい、完登するのは難しいっていう科目になります。なので あのまあ、変な話、その所得税と消費税法、法人税は絶対ダメですけど、所得税、消費税、切るならどっちですかって、やっぱりよく聞かれるんですけど、えー、時間がなくなって、最後の最後、やっぱどっちか切るってなったら、消費税を切るべきかなというところになります。で 消費税切るって言っても、ここだけは最低限やってほしいっていうところがあって、例えばその中間申告のところであったり、この一番下に今出てる対価の変換とか貸し倒れ、ここら辺はもう超コスパが良くて、よく出てるのに、なんでしょう、ただ110分の110分の78かをかければ答えにたどり着けるというようなものになってるので、なんでしょう。 ここら辺はやってほしい。まあ、そこら辺はあの講義で、これだけはやってとっていうのはあの申し上げているので、えー、まあ消費税の講義も、そこら辺を注意して、省エネ目線で見ていくといいのかもしれないですね。はいえー、そんなところになります。あとはですね、まあ、学習法はもう書いてあるんで、あの見ていただければと思いますけれども、えー、まあ好みです、ね、に応じてやっていただければと思います。 で本当、租税法って山のない科目だと思うので、えー、積み上げていただくしかないのかなというところになります。だから少しでも時間がある限り、もう、ほ、えー、の科目の先生方いる前で恐縮なんですけどあの、なんでしょう、コスパが最強なんですよね。だ1時間しかないって言ったときにあの、論点を、なんでしょう、1つでも2つでも吹き出せられるのって、 えー、租税法だと思うんですよ最後の最後一点を伸ばすのが一番簡単な科目だと思うので、まあ、あのもちろん他の科目で、ね、あのしっかり勉強していただいた後租税法の一、まあえー、点を伸ばすというのは租税法に時間割いていただければ効率的なのかなというふうに、えー、思います、はい、であと最後理論の勉強方法ですね理論の勉強方法は、まあえー、講義本編の中で言ったら圧縮で言うと12回目 アスク講義の12回目の前半にまとめて、えー、お話をしてます。で、えー、30回のロングレ講義だと27回目の前半ですね。いずれもそこら辺で話してますので、それを聞いていただければと思うんですけども、えーまあえー、それも時間なくて聞けないという方とか、えーまあ、今、簡単にお話しすると、えー、基本的には計算を、冒頭に申し上げたように、計算を文章にしたものになるんですけども、あとはやっぱり基準値を引くってことですね。 基準集を引いて、何乗なのかっていうのを必ず書く。えー、何乗なのかを必ず書くのと、それからあとは計算方法を言葉にしていくっていう形になるので、その言葉の仕方っていうのは、やっぱりちょっと慣れないとできないんですね。なので、最初は、フォーサイトのあ、ちょっと今手元にないですけど、フォーサイトのテキストをやって、練習として使っていただいて、 で、あとは過去問ですね。過去問題集を見て、えー、実際の理論を解いて、えー、こうやるんだっていう、まあ、お作法ですね、を身につけていく。あの計算できないとできないんですけど、計算ができてもできないっていうのは、その書き方ですね。もう単純な書き方になってくるので、そこをマスターしていただければ、えー、点数は取れると思います。はい、えー。そんなところですかね。ちょっと時間、えー、あ、大丈夫、間に合いましたね。はい。 えー、ちょっと時間があれで焦ってしまいましたけども、まともにない感じですけども、えー、以上となります、はい。東先生、ありがとうございました。続きましてですね、えー、森村先生、企業法ですね、えー、マイクをオンにしていただいて、よろしくお願いします、えー。皆さん、担当式試験お疲れ様でした。えー、それでは、企業法を担当いたします、森村と申します。<laughs> で画,面画面をこれを映してもらえますかね先生映ってます大丈夫ですいや私のところじゃ映ってないあじゃあ,あのこっちです <laughs> 大丈夫です, <laughs> ですはい、はい、えっとそれではですねえー、っと企業法に関してですけれどもまあ企業法はあの皆さんも ご存知のように、担当式対策と論文式対策が全く異なる科目ですね、もう別の科目というふうに言ってもいいと思います。えー、なぜそうなっちゃうのかというと、それは試験の形式もですね、要求される能力も担当式試験と論文式試験で全く違うからですね、で担当式試験では、まあ、主に条文の損否ですよね、そんな条文があるのかないのかっていうのを、法規集を見ないで。 判断するとでしかもそれを手で書くんじゃなくて、丸ツで判断するっていう、そういう能力が要求されるわけですよね。だから広く浅く、とにかく丸ツが判断できる、正誤が判断できるっていう能力を、えー、要求されるということになるわけですね。ところが、論文式試験では、そのせっかく覚えた条文というのは法規集に書いてあって、ですねこのその法規集を本試験会場で参照してもいいんですよね。まああ言ってみればカンニンニグありなんででですよそその上でその上 法規書に書いてある条文の意味を文章で表現する能力というのが要求されるということになりますで、それをもうちょっと具体的に試験員が要求,要求しているですね試験員の先生が発表している論文式試験の評価の標準評価基準というところから見ていきたいと思いますで、読んでいますと論文式試験は公認会計士になろうとするものに必要なまず学識というものが 要求されています及び応用能力を最終的に判定する試験とすべく特にその応用能力の具体的な内容として受験者が思考力判断力応用能力論述力等を有するかどうかに評価の重点を置くというふうに書かれてますねでその思考力判断力応用能力っていうのはこれは何かと言いますと単に知識があります理解してますっていうだけではなくてそれをそのような学識をですねそれを 問題文に対する回答として表現することができる能力ということになってきますよね。だからまあもちろんその評価の重点はこちらの方に置いてますよっていうふうに試験員の先生おっしゃってますけどもその前提としてやはり学識というものがないとまあそもそも何を書いていいのか分かんないってことになっちゃいますよね。学識って何ですかというとまあ一般的に知識プラス理解っていうふうに言われているわけですけれども。 要するに単に知ってるだけじゃなくて分かってるっていうことを表現しなきゃいけない、答案上に表現しなきゃいけないということになります。じゃあその知識、理解というものがもうちょっと具体的にどういうものかというと、えー、実はその会計士試験では,ではですね、論文式試験では、えー、っとその問題文の形式として、制度説明型問題と論点型問題というのに大きく分けることができます。でまあ、これは中間型のもあったりですね そのきれいにその,その型通りの答案にはできないってことももちろんあるんですけども基本はこの制度説明型問題と論点型問題ですね、まあ、両方とも今はあの事例式のかなり長い問題で出るんですけどもその中でそのどんな形式であろうとその学識つまり知識理解というのを答案上に示してこなきゃいけないわけですけどもそれがもうちょっと具体的に何なのっていうと制度説明型問題では条文とその趣旨ですね。 で制度説明型問題というのは条文を要約して一つのテーマに沿った条文を並べてですね探して並べてそれを要約して趣旨を書いてくるというのが制度説明型問題のそのまあ答案の型ということになります。でこの答案の型というのを実は身につけるというのが非常に大事でして例えばその去年去年というか今年去年 去年、ですね去年令和3年の問題、論文本試験問題っていうのは、ものすごく難しかったんですよね。ですから、まあ、ほとんどその書けたっていう人がいないぐらいでして、でそういう時にでも、ですね当然、その点数はつくわけですよ、点数の差はきっちりつくわけですね。じゃあ、どんな答案が高く評価されて,、えー、て,たていたかというと、ですね最低限、 答案の型を守って,るっているうそれですよねだからもうその型が崩れている答案っていうのはもう本当にどうしようもない点数がついちゃいますのでそこでまずその型というのをしっかりと覚えていただきたいと。で制度説明型問題っていうのはどういう型になってるかというと、まあ、基本的にこの二部構成ということになってましてでまずは、えー、総論として、えー、問題意識というものを表すというのがまあ 最初に書くべきことですね例えば、えー、そのある事例が出てきてでこのような場合に株主が取締役に対してどのような手段を講ずることができるかなんていう聞かれ方をよくするわけですけどもそうすると株主が取ることができる手段というのがその3つないし5つぐらいあるわけですね。その3つないし5つの条文をまず探さなきゃいけません。で、条文探,す探したはいいけど、条文長いですから、それを要約して書かなきゃいけないですよね。 で条文を要約してあ、この3つだってね3つ書きますとで。書いたら、条文書くだけだったら、これ、学識の部分のその知識の部分しか表現できないわけですから、だからその条文が、えー、なぜ必要なのかっていうことをここに書いていくわけですよね。なぜそういう条文が存在しているのかという条文の存在理由のことを趣旨っていうふうに言うと思っていただければいいです。で、まあ、こういう形で2部構成、総論、各論、えー、なぜこのテーマで 試験員の先生はこの問題を出題されたのかっていうのをそれを書いてでその上で必要な条文を探してきてその条文の存在理由を書いてくるっていうのが、えー、制度説明型問題の型なんですねところが現在ではですねこの、えー、行数の関係で昔はあの大問2問しか出題されてなくてでその時代っていうのは その大問1問30行でそれを2問書くということになってましたので先ほど見たように総論書論という二部構成で書けたんですけども現在では小文2つかける2ということで小文4問形式になったもんですからだから従来の,そのまあ昔から言われていたこの型というのがですねなかなかきっちり書けなくなってしまいましたそこでもう総論というのは行数に余裕がなければ書かないと。 じゃあ問題意識というのをどういうふうにして表すのかといいますとその問題意識については、えー、これはそれぞれの条文の趣旨の中に、えー、その趣旨として共通のものが出てくるということがよくありますのでそういうようなところで理解を 表現していくっていうふうに考えてもらえばよろしいんじゃないかと思いますでこれがまず一つ目の制度説明型問題の型ですねただこういうふうに抽象的にこういう型ですよって言われてもその今ピンとこないと思うんですよでそこでそういう型にはまった結局、うん、その問題集を使ってですねでそれで、えー、問題文を読んでそして回答例をもうすぐ読んでいただいてでそこで型を確認してもらうわけですね 制度説明型問題だったら今見たような方に、えー、論点型問題だったらこれから説明するような三部構成になっているということをそれを確認してそして回答例からこれできればですね皆さんご自身で答案構成っていうのを作っていただきたいんですよね。答案構成っていうのは、まあ、答案の目次といいましょうか項目立てということになるわけですけどもそれを回答から作るということで、えー、それでその回答というものの構造が分かるんですね。 その構造をしっかり理解して、まあ、型ですよね、それを、えー、理解して、そうすれば覚えやすいですし、えー、あともう一つは、その解答例をこう読んでいくときに、えー、どうしても小説を読むようなスピードでこう、特にまあ試験直前になりますと時間ないですから、焦ってこう読んじゃうわけですよね。そうすると頭に何にも残らないということがあるもんですから、自分の,この思考の速,速度に読む速度を落とすといいましょうか。でそういうふういふな、まあ 頭の回転をゆっくり、ちょっとゆっくりさせて、その分、スピードを落とせば逆にトルクが上がりますから、でそれでしっかりとこう記憶に刻みつけるという、そのためにも、答案構成っていうのをぜひやっていただきたいですね。そして、ご自身で答案構成を作られたら、あこれ、配布もしてますよあの。ロングレ講座を聞いていただいたり、あるいは、えーっとですね、圧縮論文講座を聞いていただいてもです、ね、答案構成はお付けしてます。 えー、プレトーレンでも、あの答案構成をおつけしてますので、もちろんけそれでいいんですけども、それを、まあ、ご自身で作っていただくとその、なぜその答案構成になってるかという意味も分かっていただけると思いますので、ぜひこれはやってください、そして答案構成を作ったら、これ、その直後に、直後ってことが大事なんですけども、答案構成から回答例が思い浮かぶかという、それを確認していただきたいですね、でこれ、直後にやって、何も思い浮かばなかったらです、ね、本試験はその問題ででもやっぱり書けないですから。 でこれをしっかりやっていただいて、まあ、いわば問題集、理論問題集をミニテスト化すると、そういう形で、えー、インプットをしていただきたいと思います。で、最後に問題文からその答案構成がもう一度浮かぶかというのを、まあ、何問かまとめてでもいいですから、やっていただいて、まあ、本試験では結局、この問題文から問題文を解析して、えー、その問題文のキーワードから、 論点、採点ポイントを発見して、それを整理、選択整理して、どの順番でどれぐらい書くかっていうのを決めてですね、それをまあ、答案構成という形にするわけですよねで。その答案構成から残りの時間で回答を作っていくという作業をするわけですから、同じようにインプットの段階でもその作業をするのが一番効率的なんじゃないかと思います。で戻りまして、 その答案の型の2つ目として論点型問題というのがあります。で論点型問題というのは、まあ、イエス・ノーで答えられる、えー、あるいは有効無効で答えられるという、まあ、逆に言えばその、えー、1つの条文の解釈をめぐって、ですねその学者の先生の説が分かれている、見解が分かれているという、それを、まあ、論点型問題というふうに言うわけですねで。この場合は3部構成になってまして、まずは問題提起で事例から出発して、えー、その 解釈対象となっている条文を示すともうこれはもう必ずそうするんだっていうふうに決めてですね事例からつまりこうとかオつとか A とか B から始まって何条が問題になるっていうふうに書くんだともう決めておいてでその上で次にその問題提起で示した条文解釈対象について規範定律をしていくとでこの規範定律というのが一番大事な部分でしてここでまあ点数が決まるっていうふうに言ってもいいわけですね。 そしてこの規範定律の部分に関してだけは、これも事前に覚えてないと書けませんので、だからまあフルコースで覚えるのであれば反対説を書いて、例えば有効無効で分かれてると、で自分は無効説で書くというときには、反対説として有効というふうに考える説もあると、しかしその説はこんなにとんでもないんだというふうに批判してもらいまして、で自分はそれは無効だというふうに考えると、でその無効とする理由は、 積極的な理由を書くっていうことですよねでこれも昔はですねこういう形で規範定率反対説をしっかり書けたんですけども今やっぱり行数の関係でなかなか反対説書けませんからもう自説とその理由だけで、えー、いいんじゃないかというふうに思いますでその30行あるんですね大問1問30行あってそれがまあ15行15行,行とか10行20行に分かれてるわけですけどもそれ全部埋める必要全然ないですからね 受かるというためには、まあ、半分埋まっていれば、なんとか、えー、合格点はつくんじゃないかという、まあ、もちろんその合ってなきゃダメですけどね、でえー、ここで規範、えー、定律をする、条文の解釈をすると、で大事なのは条文解釈するときに、ここの部分では、こうとか落ちとか、A とか B は出さないということなんですよね。 条文をを抽象的に言葉を言葉いいい換えるととうう作業が規範定律だということですで最後の最後でその問題文が要求されている問題文の末尾に合わせる形で当てはめ結論を書いてくるとこういうまあ構造ですよね。でこれもさっきと同じようにこういう構造であるっていうことを確認しながらインプットの素材として理論問題集 REC では100問載ってる理論問題集がありますのでそれを使って ご自身で答案構成を作っていただくと、まあ、全部もちろん作ってる時間ありませんけど何分かはこれは必ずやっていただきたいと思いますでその理論問題集なんですけれどもレックでは基本的に論文のインプット講座の素材というのはその理論問題集ですねメイン講座が論文グレードアップ講座ってことになりますけども、まあ、それでも10個もしかありませんので100問のうち出そうな50問を選んで解説講義をしています 圧縮講義になりますと、それをさらに、えー、縮めて、ですね20問に絞って、えー、講義をしています。でまあ、これでインプットをしていただいて、その上でもう絶対取ってほしいのが、この論文グレードアップ答練ですね。これ20問、まあ、それプラス、もちろん公開もしも取っていただきたいんですけども、まあ、ここ数年というか、ずっと割と当ててるんですよ。証文4問問中そうでですね最低でも2問 多いときは3.5問ぐらい、えー、ぐらいは当ててますね。もうここ20年ぐらいはずっと当て続けてますので、まあ今年どうなるか分かりませんけども、まあ当連受けるんでしたら、ぜひこれは受けておかれた方がいいんじゃないかと思います。ですから、インプット講座、どちらかその企業法にかけられる時間に合わせていただいて、えー、インプットしていただいて、そして論文グラードアップ当連はぜひ。 書いていいてたただきたい論文グレードアップトーレンというのはもう、そのインプット素材としても、まあ、これを一番最初にやるべき教材だと思ってやっていただければと思います。あと、論文プレトーレンというのがありまして、これ、トーレンという名前がいていますけれども、これもインプット素材として使われて、あの非常にいい成績で合格されたという方も、去年も一昨年もいらっしゃいましたので、まあ、ぜひやっていただきたいと思います。これもあの全部 あの答案構成つけてますのでインプット素材として利用できるんじゃないかと思いますであとはその問題文の解析と言いましょうかね問題文実際に過去問、えー、直近10年分20問の過去問というもので、えーまあ、実際どういう問題が出てるのかっていうのをそれをこう問題文を解析して答案構成をすると でもちろん回答についての解説もしてますので、まあ、これを時間に余裕のある方は聞いていただきますと、その敵を知る、相手を知るという意味では、非常に有効なんじゃないかと思います。はい、時間がけましたので、企業法はここまでにいたしたいと思います。どうううもあありりががととごござざいいまましした。た、はい。森村先生 はい、続きまして、監査論ですね。草加先生ですね。えー、マイクとビデオをオンしていただいてよろしいでしょうか。はい、それじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。カンサ担当草加です。よろしくお願いいたします。えっと、早速、監査論について、えー、画面共有させていただきます。知、えっ、ー、てますでしょう えー、監査論の、えー、論文に向けた学習切り替え法ということで,でまずですね監査論につきましては本試験の日程を最初に載せていますが監査論1科目目ということで、えー、とても、まあ、皆さん緊張して受けられるという科目になっています。そののためかあの皆さんできちょっととできると科目合格レベルに なってしまう一方で、ちょっとだけ人よりも悪いと、えー、点数の,あの偏差値が大幅に下がってしまうという性質が他の科目よりも少し強いような気がします。ですので、えー、監査論については、まずね、当たり前ですけども、落ち着いて、えー、取るいていくということがとても大事な科目になります。ですので、えー、戦略的には解問題からとにかく埋めていくということを がとても重要です、えー、回答にあたって空欄がいっぱいあるとですね精神的に、えー、このままこの後の本試験に影響してしまうんではないかということでどんどん不安になっていってそれが悪循環を生んで他の科目に影響してしまうということになってしまうのでとにかく、えー、できる問題から先に解いていくということが、えー、ポイントになります。 で、えーと、じゃあ、具体的にですね、えー、監査論の問題構成はどうなってるかというと、近年の本試験における出題形式ということで、第1問はここ、ずっと理論問題、そして第2問は事例問題というふうになっていたんですが、去年、第1問で事例形式の問題がだいぶ出たんですね。 ですので、これはいつも言ってるんですが、えー、極端なこと言えば第1問、第2問、全部事例ということもありうるし、逆に、まあ、 1> 第,1問第2問が理論になってもそれもびっくりしないということでこれ先入観を持たずにですね挑んでいただきたいというふうに思っていますただ昨今の監査環境からしますとやはり事例を踏まえて監査手続きを書いてもらうとかですねそういった問題が出題されやすいかなというふうには思いますので、まあとで話しますがそういったものはですね論文グレードアップトーンにかなり織り込んで出題 していますので,、まあそこでえー、力を、ね、つけけてていいいただけるととうことになっています、はい、ですので、まあ、こういった形式、ここのところずっと理論問題第1問目、第2問目が事例でしたけども、ちょっとどうなるか分からない、特に事例が多くなる可能性は高いということになっています。で、えー、次に回答上のポイントですね。 でえー、これはこの残りの本試験までの間で、えー、監査論の勉強をしていただく中で、ずっと意識していただきたいんですが、最も大切なのは、問われていることに答えることですと、でこれが本当に大事で、えー、何か問われていることに対してストレートに答えられてないと、それは点数があ下がる要因に、えー、なりますし、えー、そのあとの文章を下手すると、あまり、ね、採点、見てもらえないという可能性も ありますのでととににかく問われていることに答えると。こえそのためには何が大事かというと、まあ、残り3ヶ月ですけれどもやはりね理解が大切でちゃんと分かっているかどうかということが答案に出てしまいますのでしっかりと分かってない部分については理解をしながら復習を進めていただきたいと。 いいうふうふに思いますでその下に書いておきましたが、知識としては、えー、担当合格レベルで十分なんですが、ただ知っていても書けないということが、えー、まだ、ね、この段階でもあ多くあると思いますので、えー、残りの期間で何とか知識、知っていることをアウトプットできるようにしていただきたいということで、まあ、その下で、ねえー、やっておくべきことを、まあ、あの書いております。そ、えー、その後にに難しそうにも 問題に見えても、まあ、知っている内容から回答できることが多いということで監査論特に皆さんそういう印象を受けられるんですが問題文がやたらと難しいんですねでも回答模範回答を皆さん見ていただくとあその知識は知っていたよということがかなり多いと思いますですので問題難しい言い回しの問題に慣れておくっていうことがこの残りの3ヶ月でとても大事になってきます あと、これは皆さんご存知だと思いますが、換気法は参照できます。できますが、えー、必要のない部分まで書き写さないようにしましょうということですね。あと、回答形式に注意してくださいということで、えー、論述するのか、過剰書きなのかということで、えー、そこも注意しましょう。で、えー、とここでもうちょっとね、あのポイントをお伝えしますが、監査論で最も大事と言ってもいいのは、 作文をしないということなんですね。監査論は、作文をすると軒並み点数が悪いんです。これは過去の合格者の答案と、まあ、残念ながら、えー、不合格だった方のね、えー、書くような文章っていうのを見ていると、明らかに受かっている方は換気法を。 しっかりと引用して必要な部分を必要なだけ書いてそしてカンサロンのテキストやレジュメ等で出てくる言葉を組み合わせて書いているもうこれにつきます。でですので、えー、作文は 点数が下がるというふうに、えー、もう認識していただいて、これは、ね、いいですのでえ、そこは注意しましょう。あと、まあ、問われていることに答えるということに関連して、嘘を書かないということもとても大事です。何、えー、か知識が曖昧で、でもこうなのかなっていうレベルで書くとです、ね、うん、試験員の先生はすぐに見,見抜いてしまいますから、それも点数が下がるポイントです。そして 白紙はダメということもお伝えしておきたいんですね。これ多分他の科目でもそうだと思いますが、白紙にするともう0点は0点です。ただ、えー、少しでもね、えー、回答すれば、そこに点数は絶対振られてくる可能性がまあ、 高い振られてくる可能性が高いですので、えー、とにかく白紙はあのやめるとでも嘘は書かないちょっと難しいですけれども、えー、もう知っていることを、えー、答えられることだけ書くとで、えー、森村先生も先ほどおっしゃってましたが監査論についても長く書く必要は全くありません、えー、監査論は短くてもいいですそれこそ、えー、森村先生と同じように回答欄の半分ぐらいを埋めれればはっきり言って監査論は あ合格点十分取れますしむしろ全部を埋めるほどの時間はないんじゃないかなというふうに思いますですのであの本当にこれ長く書けばいいって問題じゃないので、えー、ポイントを <laughs> 短く書くということで、えー、十分合格できます じゃあ、ここまで言ってきた監査論のこのポイントを、まあ、どうやってね、えー、残りの3ヶ月で、えー、力をつけていくかというと、その下に最低限やっておくべきことということで、えー、まず丸一番として、プレトーレン、グレードアップトーレン、こう変えました。でこれはですね あのとてもいい問題、まあちょっとね、あの自分たちの、えー、手前ミスですけども、これもうとてもいい問題です。で、プレトーレンもプレという名前がついていますが、はっきり言って本試験レベルです。ですから、プレトーレンをやってできないなと思っても、それは全然問題なくて、むしろプレトーレンを自分のものにして、えー、次に同じ問題が出たときに完璧に書けるようにするということが非常に重要であって、今、まだこの段階でできない。 全然問題ないです。よくご相談を受けるんですが、あの、全然書けないんですとかですね、プレトーレンなのにまだできないんです。そうじゃないんですね。カウンサロンの場合は、プレトーレンは本試験をあの題材にして作っている問題も多々ありますので、えそういった意味でプレトーレン非常に大事。でグレードアップトーレンはえ、よりですね、事例問題を、あの、 色合いが濃いね、えー、当連となっていて、えー、事例問題が苦手だという方にとっては、まあ、グレードアップ等連でね、力をつけていただくことがいいかなと思います。ただ、これもちょっとお伝えしておくと、蓋を開けてみると、事例問題は皆さん結構よくできるんです。というか、差がつかないんですね。で、えーじあの、理論問題ですね、じゃあリスクアプローチについて述べなさいとかですね、そういった問題ほど、すごく差がつきます。 でこれ講義でも言ってるんですが、一番びっくりしたのが、ですね示唆採用の根拠ですね、示唆採用の根拠、4つ言いなさいっていうような問題が3年以内に出てるんですが、あの合格者はそればっちり書いてるんです。一方で、残念な結果だった方は、そこが書けなかったって言ってるんです。ということは、はっきり言って入門でもやる、担当の上級でもやる、論文でもやる、もう一番最初にやるような基本論点で、実は合否が。 ね、あの差がついてるということになるのであの皆さん財務でね、えー、勉強もされてますので意外と事例問題については書けるんですよでむしろ監査論の知識がなくても例えば投資有価証券について評価の方法を財務で分かってればそれを、まあ、財務のことを使いながらですね知識を使いながらあーこういう手続きをやると、えー、何か時価をね、えー、時価の資料を閲覧するとか、まあ、そういったことを でできるのでむしろ理論問題皆さんできるかどうかっていうことこれをですね残りの期間で、えー、よくね自分の中で確認して、えー、しっかりと基本論点を詰めていただきたいと、まあ、そういった時にプレトーレンが特に役に立ちますしあとまあ事例そうは言っても事例やりたいんだという方はグレードアップトーレンもあの大事まあもちろん両方やっていただきたいんですが、えー、より、えー、グレードアップトーレンの方が事例色が強いと。 で、まあもちろんね、公開模試は皆さん解いてきますので、公開模試もまあやっていただきたいと。そして、丸二番として、監査基準の改定全文と、不正リスク対応基準の設定全文で。これはなぜかというと、皆さんもご存知の通り、本試験で参照できないんですよね。だからこそ、本試験員の先生は、ここから出したいなというふうに思うのは、まあ当然だと。で、特に平成30年の えー、カムですね監査上の主要な検討事項が導入された時の改定全文、まあ、この辺りなんかは、えー、去年カムはバッチッと大門で出てますけれども今年も、えー、やはりね重要性は高いと思いますし、えー、令和2年のですね、えー、その他の記載内容、ね、今回、まあ、あのいろんな予備校さんがもしかしたらあ 予想でで上げてくるかももししれないいすけども新しい改定論点こういったところもこの改定全文でなぜ導入したかということが書いてありますので、監査基準の改定全文はこれはもう必ず、えー、読んでいただきたい。特に、えーまあ、また、えー、予想会の時もね、ある程度あのお伝えしますが、平成14年、14年と、えー、平成30年、あと令和2年、まあ、このあたりの改定全文はしっかりと読んでおいていただきたいなというふうに思います。 でえー、丸3過去問直近3から5年分程度ということで、これはあのー、正直なところ、過去問のレベルの難易度の問題は、プレトーレンとグレードアップトーレンでも出ています。ですので、そういうそのレベル的なもの,をあのは、別にプレトーレンとかグレードアップトーレンで、えー、対応できていますし、内容的にもそこで網羅してるんですが、この過去問をやっていただきたいというのは、やはり過去問独特の言い回しに慣れていただきたいと。 ですので、えー、まあ直近3から5年分といっても、まあ、残り、ね、時間もあまりないやという方は、まあ、3年分ぐらいは見ていただきたいと思います。 で具体的に次のですねレジュメの次のところに、えっと、ちょっと3ページ目に行きますけれども、ここにですね出題,出題論点をまとめています。でえー、平成19年からですね新制度になってからずっとこう、えー、次のページ、4ページ目にいくまで、ですね、えー、令和元年、令和2年、令和3年ということでまとめています。特に4ページ目の令和元年から3年まではあの直近に出てます。ででで、えー、担当と同じように監査論では直近で出たから からもう出ないっていうことはなくてですね、えー、内容を見ていただくと、リスクアプローチなんていうのはもう。 ちょこちょこ出てますし、報告論もね、えー、もちろん主体論も出てます、えー、実施論も出てますが、結構ね、偏りがあるので、えー、そういった意味でこの表を参考にしていただいて、えー、特に時間のない方は、令和元年から、えー、3年まで、ねえー、の部分については、この言い回しになれるという意味で、えー、読んでいただきたいんですね。どうしても予備校の当連で、あのー まあ、あまりね変な問題を出せないっていうのもあってあの言い回しが独特の言い回しっていうのはなかなか作りにくい部分もありますのでそういったところは過去問で慣れていただくと、まあ、そういう観点で直近3年分ぐらいをねやっていただきたいと。 で、えっ、ー、と、これはね、先ほどアドナ先生おっしゃってました、所税法は確かにね、コスパいいんだと思うんですね。一方で、監査論の論文は意外とコスパがね、いいとは言えないんです。えー、これ書けるまでにやっぱり時間がかかります。ですから、あの、まあ、ちょっとずつでいいので、計算がもちろん大事ですので、えー、計算ね、あの財務会計論とか、あ 管理会計ね。そっちはもちろん大事ですが、監査論も、まあ、毎日ね、30分でもいいから触れるというようにしていただいて、えー、継続的に各練習をしていただきたいというふうに思います。それで、ちょっと最後にね、えっ、ー、と、ここの2ページ目ですね。2ページ目の答案構成についてっていうところですね。で、この画面中一番下にありますが、大体ですね、問題文を読むのに、えー、1問、 大問1問で、まあ、5から10分、まあ、両方10分ずつかけたら20分ぐらいこれかけてもいいと思います。ね、でそれで、えー、解ける問題をまず最初に把握すると。そして、えーまあ、その後答案構成、ね、これももう書く問題20から25分と書いてますが、まあ、ここで何を書くかということもお大事です。で、えー、論述はそれぞれ30分ぐらいで、えー、もう書けるところをね。 えもう5行の回答欄だったら2、3行埋めて、どんどん進んでいくという方法がいいと思います。ただ、ここに書いてありますけれども、先ほど申し上げた通り、もう見た瞬間に書ける問題、もうこれは覚えてるよというのは、先に。 この表に従わずに、とにかく先に埋めちゃうと。埋めることによって、精神的な安定した、ね、状態を作って、そして次の問題に、この答案構成とか問題のね、通読を続けるということで、とにかく書けそうな問題が出たらすぐにやってしまうと。それも、カンサロンの場合は、実は第2問の問題4。 とかですね、後ろの方が見た瞬間に書ける問題っていうのも,うのも往々にしてあります。なので、えー、最初だから書きやすいとかね、えー、そういうことは全くありませんので、そういった意味でも、えー、問題文、最初に全体を見て解ける問題を先に解いちゃう。その後に答案構成をして論述するというふうなあ形で、この残りの3ヶ月の勉強をですね、それを意識しながら続けていただきたいというふうに思います。教材はもう一回言いますが、上の最低限やっておくべきことのプレートーレン、グレード・ト、 アップトレ公開もしえ、もうこれ、正直これだけでいいんです。で、過去問は言い回しになれると。で、あとは改定全部。もうこれだけ本当にやっていただきたいというふうに思います。はい。ということで、監査論、えっ、ー、と、えー、そろそろ、ね、時間になりますので、これで終わりにしたいと思います。えー、どうもありがとうございました。はい、草賀先生、ありがとうございました。画面共有の方をですねす、えー、停止していただいて、はい、マイクと、えー、カメラオフの方、お願いします。はい お疲れ様でした。はい、では続きまして <laughs> 二宮先生ですね。はい。それじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、えっとそれじゃあ管理会計論とまあ経営学ですね続けて、えー、始めていきたいなと思います。えー、担当は二宮ですよろしくお願いします。 はいえー、まずそうですね、管理会計論の方から見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、管理会計はあのーまあ、ご存知かもしれないんですけれども、ほ、まあ、あのー、他の4科目、担当のほあ他の3科目ですね、担当式試験、まあ、企業、財務、まあ、監査論とありましたけれども、他の3科目と違って、管理会計については、一番その担当と論文で、まあ、差の少ない科目になってくるかなとは思います。 まあ、とはいえね、その問題の形式とかはね、担当と全然違うものになってきますし、総、ま、合、あ、問題を解いていくことにはなりますので、あのまあ、資料の分量も多ければ、 問題の難易度もかなり難しくなってくるというところがありますので、そういうちょっとねあの、対応のしづらさっていうのはあるかもしれないんですけども、とはいえ、あんまり高いレベルの戦いにもならないので、まあ、最低限、その簡単な計算っていうのが取れていれば、合格ラインの点数っていうのは確保することができるような内容となっています。でもう年にもも、よるんですけども あのここ最近の試験ですと、大体管理会経路については、初点での合格ラインの点数としては、40点前後っていうところになります。まあ、去年の試験とかだと、まあ、かなり難易度が高かったので、まあ、30点半ばから後半ぐらいっていうところが、まあ、合格ラインの点数、まあ、その得点比率52っていうところを超えるような点数になってくるというところで。 まあその素点でまあ30点後半というか、40点弱ぐらいの点数が、一つの目安にはなってくるというところで、まあ、あまり高いレベルの戦いにはなってないなっていうのは、この素点での,、ね、あの合格ラインっていうのを知っていただければ分かるのかなとは思います。 気になられている方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、その管理はとにかくその、まあ他の科目もそうなんですけどもあの総合問題というか起訴を、ね、していかなければいけない部分が出てくるので、まあ、理論の、ね、対策もやっていかなければいけないんですけれどもあの理論問題については大体ここ最近というのはこの1行から4行程度の問題が出てくるというところで。 まあその長いときは、ね、5行とか書かせる問題もあったりはするんですけども、もうほとんどは1行から4行、大抵は2、3行の問題になってきますね。で、その2、3行のそういった理論の回答をしていくような問題が、まあ、複数箇所、まあ、回答を求められてくるというところで、まあ、その2、3行っていうことになってくると、正直、文章がうまい、下手とかっていうのが全く影響がしないと、もう要点分かってるかどうかがすべてになってくるんですよ。 だから、あまり、ね、管理については、他の科目のように、その表現とかを細かく、ね、覚えておかなければいけない部分っていうのが少ないというか、長い論述とかを覚える必要性っていうのがないっていうのも、まあ、一つの特徴になってくるかなとは思います。で、まあ、簡単にその担当と論文の,あの違いをこちらの表にまとめてあるんですけれども、もう論文の形式とかは、ね、あの見ていただいて、事前にもう、あの、 ご理解いただいている方が多いのかなと思いますが、あのまあ、総合問題4つ解いていかなければいけないという形式になっていて、1問総合問題25点という形になりますね。でまあ、総合問題4問というのを2時間という時間制約の中で解いていかなければいけないので、まあ、これ、むちゃくちゃ時間が厳しいんですね。 あの直近の担当式試験ね、起きられた方は分かるかと思いますが、担当の管理もね相当にあの時間制約が厳しい科目になってくるんで、まあ、おそらく全科目の中で一番時間の制約っていう意味ではきついんじゃないのかなとは思います。で、論文についてはあの担当のとと同様に、基本的にすべて解き切るっていうことができないので、まあ、その2時間という限られた時間の中で、まあ、できるものを探して、そこをしっかりと合わせにいくっていう姿勢が大事になってきますね。 でこのねあのねあこれまでもいろんな受験生の方見てきましたけども、管理会計で一番大きく失敗する要因として多いのが、この時間配分を間違えるっていうのがとにかく多いんですよ。まあ、これがあの管理会計の失敗談としては一番多い事例というかね、あのケースになりまして。 その前から順番に解いていく方が多いと思うんですけども、まあ、その前から順番に解いていって、そのまあ注文の3つ目、総合問題の3つ目っていうのを解き終わった段階で、まあ、最後1問、もう解く時間がありませんと、もう2時間経ってしまっていましたみたいな状況の方がね、あのー、管理会計ふた開けてみると、全然いい点数取れてないっていうことが、あのー、結果として多かったというところで、まあ、それやってしまうとね、基本的にはもういい点数得得得確保するっていうのが難しくなってくるので、 その時間配分っていうのを必ず間違えないようにしなければいけないと、また後でお話はしていきますけども、まあ、そのために普段からその論文の答連とかを解いていく中で、まあ、時間を計ったうそで、まあ、その2時間という時間の制約の中で、まあ、得点を最大化するためにはどうすればいいのかっていう、その受け方についてね、まあ、これからしっかりと模索してもらえればなというふうには思います。はい もう本当にこの時間をねあのしっかりと時間間隔を養っておくっていうことは、まあ、何よりもこれからやっていただきたいことにはなりますので2時間で総合問題4つ解いていくっていうねこの作業になれるってことを、ね、あのこれからどんどん答練を続けてやってもらえればなとは思います、はいでまああの。計算理論という形でね出題されていくわけですが、まあ、先ほどもご案内した通りとにかく資料が多いんですよ。あの問題にもよるんですけどね 資料が少なくて比較的解きやすい問題とかも中にはあるんですけれども、まあ、担当一問に比べてみると、まあ、資料の分量が多くて問題によってはその3ページとか4ページにわたって資料が始め与えられるなんていうケースもあるんですね、まあ、最近の試験はねそんなに初めから4ページにわたるような資料とか与えられるケースは少なくはなってきているんですけれども、まあ、それでもねあの割と分量の多い資料が与えられることがありますんでね でそれをまあ前から順番に、ね、見ていくっていうよりは、初めにまあ説問とかを見ながら、ね、あの資料を確認していくっていう作業をしてもらった方が、まあ、時間効率は上がっていいのかなとは思うので、まあ、それもこれからね、当を受けていく中で、あのどういう方がいいのかっていうのはね、あの考えてもらえればとは思うんですけど、その総合問題一つの中に複数の説問が用意されているんですよ。まあ、説問が5番まであったとして、まあ、その初めの説問1っていうのを解いていくときに、 全ててててののの資料っいいいいいううを使わななななけければいけない問題なんんはほぼ出てこないんですよ基本的に一つの質問に対して使う資料っていうのは限定される形になりますんでね初めから資料をずらーっとねあの上から順番に見ていくとそれだけでねあの5分とか10分とかかかる可能性があるわけですけどそれやってもまあ頭に入らない可能性が結構高いので何が問われているのかっていうのを確認してからね 資料整理っていうのを行って、まあ、どこの資料を拾っていけば、その問題、回答することができるのかっていうのを確認していく、まあ、そういう解き方を、ねまあ、実践できるように、まあ、これからまた等通じて、ね、通て練習積んでもらえればとは思います、はい、で理論問題ですね、まあ、書かなければいけない問題、出てくるわけですけど、まあ、先ほどもご案内した通り、とにかく要点書けるかどうかっていうのが、ほぼすべてにはなってきますので。 あのまあ、細かい知識とかが、ね、ほとんど論文に関しては問われることがありませんのでもう典型的な理論というところが書ければ合格ラインの点数というのは支出することができます。 まあ先ほどの草津先生の話の中でもありましたけれども、そのほとんどの受験生の方が知ってるであろうっていうところを正確に書けないと、やはり合格ラインの点数取るっていうのは難しくはなるんですけど、逆に言うと、まあ、そういった問題複数個出てくるわけですけど、それをしっかりと全部回答できるだけで、まあ、合格ラインは余裕で超えることができますんでね、まあ、とにかく典型度の高い理論を抑えていくってことをね、まあ、これから心がけてください。で具体的なあの 対策として使う教材などのご案内なんですけど、まずやっていただきたいこととしては、論文の形式になれるですね。もう担当式試験に合格したタイミングで、論文に必要な知識っていうのを身についているんですよ。担当式の方が範囲は広いので、まあ、管理会計別途何か新たにやらなければいけないことはありませんので、もう計算のやり方とかね手法とかっていうのも、全て学習済みということになりますので、もう皆さんは論文の問題も解けるんですよ。 ただ、初めはちょっと形式慣れしていないんでね、あの資料の分量に圧倒されてしまって、どこから手をつければいいのかっていうところが分かんなくなってしまうかもしれないんですけども、あのそこはね、一個一個資料を、ね、丁寧に整理しながら、論文の形式に慣れていけばね、自然と対応できるようになってきますんで、論文形式にとにかく慣れるっていう作業をね、心がけてください。で、そのために、このグレードアップト練を使ってください。論文グレードアップト練ですね、これがメイン教材になってきます。 グレードアップトーレンを時間をとにかく計測しながら解くっていうのを心がけてください。これ割とね。そのグレードアップトーレン時間。 計らずに、ね、解いていくという方いらっしゃるんですけど、あのその方が気持ちの面で、ね、取り組みやすいですし、受注するときに、ね、あんまりそんなつらい、ね、あの訓練したくないという気持ちも分かるんですけれども、やはりその2時間きっちり時間を計る中で、何点取れるのかというのをしっかりフィードバックしながら前に進んでいくという作業をやっていく、まあ、これがとにかく大事です。 特にその12月担当の合格者の方であったりだとか、昨年度の論文、ね、残念あ、惜しくも、ね、落ちてしまって、まあ、今年また担当免除で論文からの方とかも、そういう2時間計ってね、この当連に臨んでいくっていう作業は何回もやっていますから、まあ、それは5月担当の合格者の方も変わらずやっていかなければいけないんだと思ってください。 まあそうしていく中で、ね、まあ、時間間隔っていうのを身につけることができますんで、ね、とにかくこれが大事になってくるんで、時間配分、本試験で間違いないように、日々ね、2時間っていう時間をね、しっかりと体に染み込ませておくっていうのが大事です。はい、で結構、ね、これあのグレードアップ当練を受けている方とかからもあのご相談を受けること多いんですけど、やっぱりその2時間だと時間が全然足りないですと、まあ、どうすればいいですかっていうのは、とにかくご質問として多いんですけど、まあ、それはもうしょうがないんですよ。 あの時間足りてる受験生なんてまずいませんから、管理会計で最後の最後まで解ききれるなんてこと、はまずありませんのでね。ですので、各問題を解いていくときにね、そのあまりね、1つの問題に対して、大きな時間をかけない方がいいです。はじめの問題とかに40分、50分とかかけてしまうと、もう最後に時間残されませんからね。 もう時間配分とかをね、ちょっとあまりいろいろ意識をしたくない方は、その本試験を受けるときも、30分で1問やるんだっていうふうに、区切りをつけてね、もう1問必ず30分で内容確認をして、もうなんか解けそうな問題があの下の方にあったとしても、もう次の問題に移っていくとかっていうのをしてあげた方が、大きな失敗っていうのはないのかなと。 30分でも一区切りつけてね、次の問題に行くっていう風にね、30分ワンセットっていうのを心がけて回答していけば、大きくね、そういう最後の問題解くときに、時間が全く残されていませんみたいな、最悪の状況は回避することができるのかなという風には思いますので、まあ、そのあたりのところもね、これからその当連10回ありますんでね、あのそれを受けていく中で、いろいろ自分に合ったやり方っていうのを模索してもらえればなとは思います。はい で次に過去にまあ計算力の維持ってところなんですけども、あの計算力で、ね、基本的に5月担当の方っていうのは、もうこの本管理会見については特典をしていくほか、ね、理論で勝負してもなかなか厳しいところがありますのでね、その計算でなんとか他の受験生よりも取っていくっていうことを目指していく必要性があります。で5月担当の合格者っていうのは、その可燃度の受験生とかよりも、あるいは12月担当の合格者とかよりも、計算力に関しては高い可能性っていうのがあると。 やっぱりその本試験に向けて一回仕上げるって作業を入れているんでね、この計算力については自信を持ってもらっていいかと思いますんでね、論文の形式にさえなれればね、あのうまいことね、論文の本試験でもまあ計算で点数を拾うことができるかと思いますんで、これから先、計算力を維持していくっていうのは大事ですね。これ、維持っていうのがね、一つのキーワードになるかと思うんですけど、伸ばすんではないんですよ。 伸ばそうという感覚で取り組んでも、なかなか、ね、管理会計の計算というのは、その時間に比例しない部分というのが出てくるので、あのこれからの,その残り3ヶ月弱という時間だと伸ばす、伸ばすというのはなかなか現実的に難しいのかなと思いますので、今の計算力を維持するために、担当対策時に使っていた問題集を回転していくと。 まあ、リックだと、まあ、上級の問題集というのがございますので、まあ、その上級講座でお配りした問題集ですね、これ、担当時に使ってた方が多いと思いますけど、まあ、それをまああの論文対策としても引き続き使っていくと。で、この担当問題集とかもね、もう10回とか20回やっていて、もうこれ以上学ぶことはないですっていうふうにあの感じている方は、このプレートーレンっていうのを使ってください。 まあこれ計算の基本的な知識を習得するための当連ということになりますので、あのプレトーレンは、ね、最悪別にやらなくても管理会計についてはいい教材ではあるんですけども、担当問題集というのがもうこれ以上ねやることないですよという方は、プレトーレンを反復演習して、まあ、こっちで計算の基本的な知識というところを維持していくと、まあ、それを心がけてください、はいで。次にこの理論ですね、理論。理論の対策としてはこれも 担当対策時のテキストを回転させるっていう作業をしてもらうで構いませんあとはまあグレードアップ等で出された理論を覚えておくっていうやり方ですねまあるいはその圧縮論文講座とかを捉えている方は圧縮のレジュメっていうのがございますのでその圧縮レジュメに掲載されている理論の問題を覚えておくっていう風にしてもらったらいいです かちょっとこれは人によって、ね、ご案内が変わってくるんですけども、通常の論文グレードアップ講座っていうのを取っている方は、理論問題集っていうちょっと分厚い、ね、教材が、あのー、ご自宅に届くかと思うんですけど、これを1から回転させるっていうのは、割とその管理会計に時間を避ける方向けの、ね、ご案内ということになります。 もう管理会計にそんなに時間を割くことができない方は、担当対策時に使っていたテキストですね。これを自分で各分野の論点ありますけども、その論点の説明をする感覚でテキストを読み込むっていう作業をしてもらうといいのかなと思います。これが一番あの時間はかからずにコスパのいいやり方にはなってくるかなと思います。ただ、それだとちょっとね、あの対策が取りづらいと、やっぱり問題があって。 それに対して回答を作っていくっていうような、まあ、こういう教材の方が回しやすいって感じる方は、理論問題集を回転させるで。これも隅から隅までやる必要性はないです。典型度っていうのが理論問題集に掲載されているんで、典型度 A のものを優先的にやってもらうと。で典型度 A のものの中でも、特に何かのメリットとか、何かのデメリットとか、そういったところっていうのは必ず押さえてください。 例えばね、その材料費を計算するときに、予定価格を使うメリットは何ですか、メリット2つありますけども、これを即座に答えられるか答えられないかっていうところが、まあ、一番ね、その合格者と不合格者の間の大きなあの分かれ分かれ目になってくるんですよ。 まあこういう土典型の理論というところを正確に素早く回答できるようにしておくというのがとにかく大事なんで、量をやる必要性はあまりないんですけれども、何かのメリット、デメリットとか、何かの論拠とか目的とかっていうところについては、まあ、これはとにかくきっちり押さえると。だいたいこういうテーマっていうのは、あの文章として回答を作っていくときにも2行とか3行とかの話になってくるかと思いますのでね、そこまであの覚える、ね、負担っていうのも多くはないと思いますから。 あの数もそこまで、ね、たくさんあるわけではありませんので、何かのメリット、デメリットや趣旨とか目的とかっていうのは必ず押さえておくと、それだけ、ね、最低限の理論対策としてやってもらえれば OK です。あとはね、管理会計の理論問題っていうのは、これから当連とか受けてもらうと分かるんですけども、あの監査の事例問題ではないんですけども、まあ、現場対応的な問題なんですよ。その計算に紐づいた理論問題っていうのが、あの回答として求められていると。 その計算結果に基づいて何か理論を書かせるみたいな問題も出てくるんでね、これってもう計算できていれば、理論もワンセットで得点することができるようなサービス問題だったりすることも多いんでね、やっぱり管理会計ってね、その計算科目なんですよ、どこまでいっても。割とその論文とかでも理論に逃げたいっていう気持ちもね、分からなくはないんですけども、計算できる人から順番に受かっていくようなイメージにはなってきますんでね。 担当の対策の時に、計算で何かやり残した論点とかある方は、まずはそういった計算のね、あの論点の見直しとかを行っていただいて、その上で、また理論をね、詰めていくっていう作業をやってもらえればなとは思います。はいまあ、簡単ではありますけど、以上が管理会見についてのご案内ということになります。はい、で次に まあ計画についてね、ちょっとご案内の方をさせていただければなと思うんですけれども、選、ま、択、あ、科目、ね、計画じゃない方もいらっしゃるかと思いますが、えー、まあ計画の方はね、ちょっと引き続き聞いていただいて、で計画ですね、まあ、これ、まずとりあえず後期の1回目を聞いてもらえればというところではあるんですけれども、まあ、計画っていう科目は、です、ね、この経営管理っていう理論の分野と、財務管理っていう計算の分野に分かれていきます。 でこの理論の分野がいわゆる皆さんが経営学っていう科目名を聞いたときに想像するものですね、組織論とか戦略論と呼ばれるような分野の学習ということになります。で、公認会計試験の,あの経営学という科目の中には、この財務管理、ファイナンスと一般的に呼ばれるようなえ、まあ、分野が入ってくると。で、これ、配点としては50点、50点という形になりますんで、あの、配点ベースで見れば別にどっちが大事ってわけではないんですけども、ただ、 受験業界においては昔から言われていることとして、この財務管理の方がやっぱりねあの、しっかりやらなければいけない分野だというふうには言われています。というのも、この理論の分野っていうのは、何が出るか、まあ、全然分かんないんですよ、正直。あのいわゆるその経営学の用語っていうのが問われることが多いんですけども、あの一般教養みたいなものが出てくることもあるんですよ。 例えば去年の試験なんかそうなんですけど、SDGs の中身とか問われたんですよ。その SDGs って言葉は分かっていても、SDGs の中身までね、覚えてる受験生なんていうのは、まあ、ほぼほぼいなかったんでね、中身答えられた方っていうのは、かなり限定されたのかなとは思うので、そういうちょっと一般教養チックな問題とかも中には問われるので、対策を取ってもですね、取りきれない部分っていうのがどうしても出てくるんですね。もう知ててるかからないかが全てないがんで、 考えても分かんないですね事前の対策っていうのがすべてではあるんですけれども事前の対策もその何もかも100%十分な状態で本試験に臨むことっていうのができない分野ということになりますのでねもうある程度割り切って抑えるほかないんですよ。極端な話その毎日1時間とか2時間ですねその1年間かけて勉強していた方とその本試験直前に1時間しかやっていない方とで点数が全然変わらない可能性とかもあるといいますか。 直前1時間で勉強したの人の方がいい点数取る可能性だってあるんですよ、経営管理の分野って。結局、直前1時間で見た分野から理論の問題、何か出てくればそれ答えられますから。<laughs> 考えてもわからないものになりますんでね、とにかくもう知ってるか知らないか、もう用語が問われるっていう形式になってくるので、もう英単語の学習するような感覚で取り組んでいく必要性があります。 だからこれはね、あんまり論文式試験って感じじゃないんですよね。正直、まあ、担当式試験の科目としてね、配置した方がいいんじゃないかっていうふうに思うときもあるんですけども、とはいえ、現行の試験ではね、そうなっているんで、それに合わせて対策を取らざるを得ないので、あの経営管理の分野については、とにかくその知ってるか知らないかがすべてで、なおかつ、用語問題っていうのがたくさん出てくることになりますから、用語の対策、英単語を覚える感覚で、暗記をしていくっていう作業をやっていかなければいけないと。 でそのための媒体として、この一問一答問題集というのが、まあ、計画についてもございますで。この一問一答問題集、担当対策時には外反書籍としてこう、えー、購入していただいていたかと思うんですけど、まあ、これは講座に紐づ付いたものになりますので、まあ、講座を取ってもらったら、一問一答問題集はお手元に届くことになりますから、別途ご購入いただく必要性はないです。はい、でこの一問一答問題集と、あとロングレトーレンですね、ロングレトーレン。 ここで出された用語については、とにかくしっかりケアしてください。このロングで答練からすごい用語がね。たくさん出てくる年っていうのもまあ、過去にはありました。まあ、それぐらい割とヒット率が高い答練ということにはなりますんでね。ここへ出された用語だけであればそんなにね。量はありませんので、ここに出された用語必ず全てね。頭に入れた上で本試験臨んでください。はい。 ああとまあ理論の問題については、ちょっと書かせる問題とかも出てくるんですけど、1行から4行程度の問題とか出てくるんですけど、これはもうね、あの事前の対策っていうのを取りようがあまりないところになります。もう何が出るかわからないってところでもありますしね、まあ、そういったところにやみくもに対策を取るよりは、きっちりと用語を網羅的に抑えておくことの方が大事なんで、もう記述問題についてはね、ね用語の定義が問われたときに最低限書けるような準備だけしておいてもらったら十分かと思います。はい だから、一問一答問,問題集を使っていくときにも、その用語を答えられるっていうだけではなく、その用語の定義ですね、その用語の意味内容っていうのを説明できるように仕上げていくっていう作業をしていただくとよろしいのかなとは思います、はいで。次に財務管理、ファイナンスの分野、計算分野ですけど、これはもうメイン教材、ロングレ・トーレンですね、これにつきます。これを回転してください。 ロングレトーレをもう5回、10回と回転してもらって、ここに必要なその計算の基本的な手続きについては、やり方すべて、ねえー、まあ網羅した形で問題に出、ね、題させていただいていますので、ロングレトーレをやっていただければ、まあ、計算の基本的な手続きというのは一通り学習することができますから、まあ、これを、ね、メイン教材に使った上で学習を進めていくで。それに加えて、できればあの過去問もやっていただくとよろしいのかなと思います。 こちらのところに、ね、具体的な教材のご案内がありますけれども、まあ、このプラスアルファで過去問ですね、大体まあそうですねあの、これも5年ぐらいやっていただくといいのかなとは思います。最低3年、あの少しやって5年という形になりますかね、人によっては10年とか、まあ、それ以上の年数の分ねやっている方も中にはいらっしゃいますね。あのこのの財務管理の分野については 特に管理会計と同じで改正とかがございませんのであの別に5年前のものであろうと10年前の本試験のものであろうとあの学習するときの教材としてはあの十分に使えるものになってきますので、まあ、5年前、10年前のものを、ね、やっても特に問題はありません。ですので、まあ、時間の許す限りねありちょっと長めに。 年数、ね、取ってやってもらった方がいいと思うんですけど最低3年はねあのやるってことを心がけてください、まあ、これもさっきね監査論のご案内の方であったかと思うんですけど本試験特有のの言いい回しっていうのがあるんですよ予備校の当連だとねそういう表現は取らないんだけども、まあ、その本試験の問題っていうのはちょっと問題文とかも読みづらくなっていたりするんですよね。 でそういうい独特の言い回しとかになれるっていう作業も必要だったりはするんでね、それをやる上で3から5年ぐらいの年数の過去問やっていただくっていうのが効果的なのかなとは思います。ただ、これは一番最後でいいかと思いますんで、真っ先にやらなければいけないのは、このグレードアップ講座の方をね、この1回目から10回目までがファイナンス分野を取り扱った講義ということになりますんで、ここをしっかりと見ていただくと、あるいは圧縮論文講座を捉えている方は、こちらの方を受講していただく形になります。 でこれを受講し終えたら、まあ、グレードアップトーレンていうのを通じて、まあ、計算の基礎固めを行っていくと。でこれをもう5回、10回と繰り返してグレードアップトーレンで学ぶことないなというふうに思った方は、まあ、今度プラスアルファで過去問をやっていくというふうな、まあ、こういった順序で進めていただくと無駄がないのかなとは思います。で結構ここだけご案内していると、ね、あの分量多いなって思うかもしれませんけど計画ってあの 基本的に本試験の問題っていうのも1問解くのに時間のかかる問題っていうのがほとんどないんですよ。計算問題出てきますけどその計算解いていく上でも、まあ、総合問題1問解くのにかかっても20分かなとは思います。まあ、最近の試験だとね 一応その大問4つ計算問題出てくることになるんですけどあのここ最近の試験の問題で1問20分かかることまずないかなとだいたい10分から15分ぐらいで終わるような問題がほとんどということになりますんでね、まあ、1問10分から15分ぐらいの問題になってきますから、まあ、そんなにその5年分さかのぼったところでねあのものすごく大きな負担になるわけではないのかなというふうには思いますんであのぜひね その過去問っていうところについても何とか手を広げられるようにまあ、これからあの他の科目との兼ね合いもあるかと思いますけどうまく時間を作ってもらえればなと思いますこのファイナンス分野はね結構コスパがいいと思います管理会計はね残念ながらあまりコスパがいい科目とは言えないのかなとは思うんですけどファイナンスについてはまあ、これは割とカチッとしてる分野ですのでねあのしっかり対策を取れば あのその勉強時間に比例して点数が伸びる部分でもありますんであので、今から勉強を始める方は、とにかくファイナンス部分っていうのをしっかり足元を固めると、まあ、これを最優先にやっていただきたいと。で加えて、この経営管理の分野ですねで、これを英単語を覚える感覚で用語を覚えていくと。で経営管理の分野については、その1日20分とか30分とかで構わないので、その毎日ちょっとやるってことを心がけてください。 その1週間のうちにある日だけね5時間集中して経営管理の分野をやるよりも毎日その30分とか40分とかをコンスタントにやっていく方がよほどね、あのー、そういった記憶の定着っていう面でも望ましいのかなと思いますんであのさっきから繰り返し申し上げているんですけど基本的に英単語の学習と同じなんですよ。その英単語を覚える感覚でやっていくってことになると毎日ちょっとずつやった方がね確実に頭に残るじゃないですか。 ですので、まあ、隙間時間で結構です。あのどこか自主室とか使って、ね、勉強されている方とかであれば、その移動時間の中で経営管理の分野、1問1答、かなりコンパクトサイズになっているので、まあ、これを読みながら、ねまあ、移動していくということをやっていただくだけで、ね、もう十分なのかなとは思いますのでね。まあ、そういう、ね、学習の進め方で、まあ、経営管理および財務管理ですね、まあ、対策を取っていただければなと思います。であと、まあ 経営学については、素点での、ね、合格ラインの点数としてはだいたい60点程度。昨年度の試験はもうちょっと点数としては低くなってくるかなと思いますけど、素点でだいたい60点程度っていうのが例年の平均的な合格ラインってことにはなってきますので、まあ、経営学っておそらくね全科目の中で一番時間をかけていない科目だと思うんですけど、全受験生がね。それでもその問題として、素点では60点程度取れる科目にはなってくるんでね。 問題の難易度というのはそんなに高くないというのが、まあ、この素点での点数を、ね、見ていただければ分かるかなと思いますので、まあ、勉強すればしっかり、ね、得点できる科目になってきますから、まあ、これからね、あのー、あまり残り時間というのは多くは残されていませんけれども、ぜひね、ちょっと特にこの財務管理の分野なんかは優先的に学習するということを心がけてもらえればなと思います。はいまあ、それでは、 簡単ではありますけど、以上がまあ管理会計と経営学のご案内ということになりますので、ぜひね、皆さん、あの残り時間、そんなに多くはありませんけども、有意義に過ごしていただいてあの、残り3ヶ月っていう、もう3ヶ月もありませんけども、あの結構このね、5月担当終わった後担当を受かってねその、気が緩んでしまうって方いらっしゃるんですけど、あのそれ、本当に気をつけた方がいいですね。 もう本当にこの一日一日っていうのが勝負になってくるかと思いますから、あの毎日を大事にしながら、ですね日々の学習、まあ、頑張って取り組んでいただければなと思います。はいまあ、それでは私の方から以上となりますので、えー、皆さん、えー、それではお疲れ様でした。はい。では画面共有の方ですね、停止していただいて。 二宮先生ありがとうございましたはい、えー、この前の日曜日ですね、担当式試験が終わったばかりだと思うんですけども、ぜひですね、皆さん油断せずにですね、えー、合格発表までのこの期間ですね、ぜひあの論文式試験のですね、えー、勉強の方を進めて、えー、6月24日の合格発表のとき にえー、受かってたらもうその、その勢いでそのまま論文式試験に挑めるように、えー、するようにお願いします。もしね、あのダメであったとしても、ですね、残念な結果だったとしても、えー、12月まではまだ期間がありますから。えー あの12月の担当式試験のことを意識するよりもですね、やはりあのもし受かってたらということで、論文式試験の対策をこの期間はね、ビシバシやっていただければと思います。最終的に担当式試験が終わった後は、論文式試験がね、待ってるわけですから、いつかは論文式試験の勉強はしないといけないわけですからね、えー、その期間としてですね、 ここで結構詰め込めばですね、意外と、えー、次の12月で受かった後に論文を挑む場合でもですね、何も勉強していない方よりも論文のスタートアップは図れますので、えー、ぜひですね、皆さん諦めずに頑張ってみてください。はい。それでは本日は以上になります。ご参加いただきありがとうございました。